僕らは照れてて横一路ずれてるたてつまずいてるあいつのことを見て本当はしめしめと思ってた誰かを許せたり大切な人を守れたり未だ何一つ様になってやいない相変わるあの日のダメな僕ずっと探してた理想の自分ってもうちょっとかっこよかったけれど僕ら歩いてきた日々と道のりを本当は自分っていうらしい世界中に溢れているため息と君と僕の甘い酸っぱいさ切に捧ぐあと一歩だけ前に進もう、伸びたよねやっぱティーアップまずはティーアップっすよティーアップしないとやっぱ飛ばないっす飛距離アップの方法1、ティーアップ2、早く振る3、芯で打つそうですね芯で打つも大事いやでも意外と芯で打たなくてもなんか芯のさ先ちょっと先が飛ぶんでしょ一番いや多分ヒールが飛ぶんですヒールちょっとヒール寄りの方がなんで多分人によって違うのかな。前がやっぱちょっとヒール寄りが飛ぶんじゃないですか。そうなんだ。先だとスピン量減りすぎて飛ばない。やっぱスピン量が少ない方がでも飛ぶよね。まあ打ち出しの高さ次第。ナイス。スイングの指導はなんか気をつけてるなんかさ、右のかかとまず浮くよね、テレキはもう右のかかとが動き出しのこれが最初の合図それは一回体重を左に乗っけてんのとか関係なくちょっと乗ってるかもしれない左、右、左みたいなそれはティーショットに限らず全部基本的にはテンフィンガーグリップ結構説明したっけ動画でテレキのあ、もじゃしてんだまあよし、足あるか飛距離は変わってくるのかな何がテンフィンガーとグリップは飛ばないのなんかでも飛びそうなイメージあるけどねテンフィンガーの方が使い方次第でも使い方ばっかの時は絶対飛ばなかったですそれはでもだって慣れてないとかプロでテンフィンガー使ってんのは誰だ時松あの人めっちゃ飛ぶよねでも飛ばないえ嘘260ぐらいですかベリーズそうだっけ飛ばないあとは勝みなみちゃんああ多分テンじゃあ飛距離よりベースボールかどうかは分かんないです飛距離よりかは安定みたいなじゃあショットメーカーでも勝みなみちゃん飛びますまあね女子感じかじゃあもう先にヘッドを走らす放り投げてる感じでもキャスティングしないそれだとキャスティングっていうかそのじゃあもう僕の場合はほどけないコックがこうなりすぎてミスすることが多いからあそういう時のつってます、ね、うん
そう。こうなるミスも多い。どっちかと早めにこうリリースしたしする意識がないと、どん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 。え、右ミスは。右ミス。それだと。ヘッドが遅れて。振り遅れ。でも飛ぶのってさ、やっぱそのラグっつうかさ。いやー、そんなことないんじゃないですか。そう。もちろん最初はこう入りますけど。うん。っていうイメージなの。この場合はこうなっちゃうから、マキロイとかって結構こう来るじゃないですか。そうか。バシアは入射角が緩いでしょ。早めにクラブ。確かに鋭角には入ってないよね。うん。ケッパーぐらいじゃないできない。うん。その最低一番下のラインでまっすぐになる時間が早い、長いよね。こういうイメージです。だからまっすぐ行って抜けていく。そこじゃ大丈夫です。振り遅れるし、手出るし、手使うし。テルキの今のミスは、今のミスはどっち出るとしたら。右、左はあんまミスんない。ほぼない。ミスが一つの方向っていうのは攻める上では大切ですね。どっちにも行くのは結構スコアメイキング苦しみますね。いい球。午前中ドライバーの練習で、午前中トレーニングしたからね。さっき52度で100ヤードのグリーン狙ったら、うん、50ヤードぐらいしか飛ばない。いや本当に全身がもうなんか力入んないもん。やばいわあのトレーニング。ストレッチがてらドライバーを打つ。なるほど。もう細かいの腕がもう力んじゃうし、イメージが悪くなる。え、このさバルドをさ照れてるの結構前のモデル。わかんないです。ショウ、ショウゴが前使ってたやつ。勝手に、勝手にってことでもらっちゃう。でもなんかマッスルバックがいいとかそういうのはないんだ、あんまり。別にそんなこだわりはないですよ、ね。これがワンポイントのネックのところはブルーのラインが入ってて。それ多いのいいですよね。ね、TTX。これ最悪。赤ヘッドにオレンジじゃなくて、なんでかピンクだから。赤、まあ、ショウゴのセンスのなさ。なんかこれボルドっていうのかな、ちょっとワインレッドみたいな渋めのヘッドになぜかソケットのピンク。ショウゴのセンスを疑います。オレンジのシャフト DI7X。 ちょっと先切ってます。じゃあ 7X だけどもうちょっと先は硬くなってるんだね。早く振る。こういう時の方が早く振る練習になるのかな。筋肉痛つうか、もう体に力入んない時の方が。この時期はどうせ。まあ冬だしね。よく動かないし、とにかく体を大きく動かすよう練習。どうせ試合になったら小さいスイング。まあ、打ち出しは良かったけど右に抜けていくような。試合前とさ普段練習変わる？内容と内容。なんか試合前だと調整的な。基本的にはやることは変わらないけど、でもやっぱり試合前だとちょっとよりコースをイメージして打ったりとか、ある程度その
ちょっとコンディションを上げていくような、あんまり自由に打つ感じはない、ちょっとこう一球一球時間使ってルーティン取って、そうですね、あんまり球数打たないようにしてます。試合前はなんか結局不安要素、不安だからいっぱい打つみたいになっちゃう。ああ。それは全然意味ないし、そっか、もう少ない数で、うん、やること決めたらもう OK。 あ、じゃあ自分、まあ、何球打つか決めてなくても自分の中で納得いったらもうやめて帰っちゃう。じゃないとダラダラ打ちたくなっちゃうじゃないですか。そうね、なんか練習場にいる時間落ち着くしね。そうそうそう、それはもう何も意味ない。悪くなくない？ダメ？ダメ今の。タイミングがダメ。それしょうがないでしょ。ドローとかカットは練習してんの？あんまり？たまにウッドのカットは練習します。ちょっと実践で使いそうな球は一応練習するの。基本的には練習場ではもう。ドロー。ベースで、それがベース。あとは高い球を打つようにしています。高い球？練習場。それはなんで？ボールにぶつけたくなっちゃう。ああ、基本的にそれが結構癖みたいな感じだから。なるべくシャローに入ってくるように。マットだと結局ぶつけてもいい球出ちゃうじゃないですか。ああ、そうなの。うん、で深く入りすぎないから跳ねるから。あ、そっか。だからそれでわかんなんか錯覚して、うん、いい気がしてコース行くと痛いみたいな。もう練習場マットでもマットに触らないように打つぐらいのイメージで高いな、とにかく上に振り抜いて。結構薄めに当たってる方が実戦では良かったりもするってことします。まあでもそれも結局僕のその傾向として深くこう手が前に出て深く入りすぎる癖があるから、それを抑える練習、中和するための練習。自分の癖を分かるってことが大切ですね。だから結局練習で振ってる時よりもコースに行ったらその癖が強く出るじゃないですか。確かに。それをミスが出やすいよね、コースの方が。いや、取れないよ俺。いつも体重後ろに乗っちゃうもん。後ろっていうか、でもピタッて止まれるでしょ。止まれる。でもそれは良くないらしいよ。そうなんですか。うん、止めに行っちゃってるじゃん。そうだ、でもピタッて止まった方がかっこよくない。かっこいい。かっこいい。絶対止まれない。絶対怖くしない。それはいいんじゃない。俺でもそれがいいって教えられた。
ドリルとかしたりするの練習場で。あの自分の先生に、うん、あの組んでもらう。そう。あのとかやったりとか、うん、あとは自分でちょっと考えてやったりとか。それはなんか直さなきゃいけないことがあるときにだけやるのか、普段から。まあ、でも結局高い球打つイメージとかも。まあドリル一つのドリルだもんね。だからあとはたまにそのなんか調子の良し悪しで少しこういう風にやって、ああ話して打つドリルやったりとか。それは何にかいいの？ここも結局こういう風にヘッドを走らせたいけど、うん、こうなったら分かりやすいじゃないですか。打てないしね、それだと触れないしね。そういうドリル、左手がこう動きすぎないとか、まあ、やったりしますね。それライン出しの練習したいんだけど。なんかライン出し、ライン出し、打ち出しを狙ったところに打ち出す。それは入ってくる軌道を揃える。僕はでも基本的にこうやって構えたラインに対してはちょっと右に出るイメージがあるから、うん、それでじゃあライン出しもちょっとドローで、だからこうやって打ってライン出しとかしないです。抑えた感じのライン出しはできない。多分それやっちゃうともうまたスイングがつきすぎちゃって、自分のスイングじゃなくなっちゃう。とんでもない球出る。ミッソちゃんのさ、ライン出しかっけえなって思って。でもあれは、僕はタイプだと思います。それができる人とできない人だと思います。だってツアーの選手見てても、例えば小田孝明さんとか、うん、こう上手いじゃないですか。うまい、抑えた感じで、うんうん、出しがってこう低い球、パンチ的なね、パンチショットみたいな、うん、でもやっぱり基本綺麗にこう振るのがベースになってる人はあれ多分できないし、本当にインパクト的のクラブのさばきだけで打つ人はできるけど、スインガータイプっていうのは綺麗に振る人はできない。実際抑えてるのはたまたまちょっとこう抑えちゃったみたいな感じじゃないですか。ということもあるそうです、プロの人は。僕はだからできないから、ね、それは分かんない、その感覚は分かんないですけど、できる人はやります。なるほど。そう。クラブは特にこだわりないんだ。じゃあ勝負の使ってるってことは。なんとなくスペックがあってそうだったら、打って、うん、ああなんか今のはこう来てこう来て当たっていい感じだなとか、うん、今のこのシャフトだとこう来てこう来てこう当たっちゃってるからダメだな、うん、くらいのフィーリング。じゃあ誰もが石川遼みたいにめちゃめちゃクラブに対して詳しいわけではない。ないと思います。全く知らない人とかもいるんじゃないですか。プロで。石川遼が異常なのか。石川遼くんが異常か。めっちゃすごいもんね。だって誰だったか忘れたけど、本当に知らなすぎて、うん、メーカーの人に渡されたのを打つという人もいるらしい。鈍感な人はそういうの気にする人は、でも気にし始めたら気にないですよ。でもクラブで変わるとは思うよね。変わる、すごい。スペックによって最近特にいっぱい変えるようになって、うん、違うんだなって思う。全然違うな。でもやっぱり結局その日にバチッと合ってても次の日分かんないし、うん、なんとなく多分ちょっと合ってないぐらいでいいんじゃないですか。逆にバチッと合っちゃうと逆にうまくいかないと、まあ、コースで打っていいならいいです。練習場でバチッと当てて、でコースで終わって。そっかそっか。繊細なスポーツ。タイプ
はどっちかというとクラブに、うん、クラブ合ってなくてもそれに合わせていく方が気持ちがいいかな。テルキが合わせる方ね。そう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 、自分が合ってるクラブ、ちょっと合ってなくてもそれに合わせる方が、うん、ショーホとかは、うん、もう自分はこう振りたいってのがあるから、うん、それに対してそう振って例えばどうやっても左に行くスイングだけどそれが気持ちいいってなったらクラブで左に行かないようにして、うん、そのスイングしてまっすぐ行くようにみたいな、そういうクラブの合わせ方する。が伊藤翔吾。テルキは割とこう合わせる方が好き。クラブに合わせて自分の動きを調整する、調整する方が好きです。人それぞれ、人それぞれです。マジサビ座ってるだけマジサビ